本当にルシアを彼女にしてくれるんですか。あきちゃん、好きだよ。あっ、青カユってド M だったの。はいはい。さて、始まりました。ホロのご機嫌うるわ中。この番組は毎月一人ずつ出演者が入れ替わっていくホロライブ公式トークバラエティです。さてさて、早速今日の出演者のご紹介と参りましょう。まずはアキロゼこと秋ローゼンタールです。よろしくお願いします。そして2人目の出演者は、はい、ウルハ州にふさわしいウルハルシアです。よろしくお願いします。ウルハ州、ご機嫌ウルハ州。ウルハ州ですわ。おしやかに行くんでございますか、はい、え、あ、なんでもないです。え、お、こんな行くのがやばい。最後に3人目の出演者は、もぐもぐ、ご機嫌ウルハ州。あらららら、猫がおかゆですわよ。上品なモグモグだけど、ねえ、なんだかでもお腹がいっぱいそうな声。いやいや、さっきご飯食べてきた話は内緒でしょ。あー、ちょっとバラしちゃってかわいすぎたか。本当です。3人でこのメンバー、なんか今までやったことってあったかな。いや、全然ないんじゃないかな。ないのです。いつまで続くかな。最後まで続けようと思ったんだけど。もう終わりということで。いや、でも僕たち3人ってさ、うんうん、やっぱ癒し系なんじゃないの。確かに。なのです、本当にもうマイナスイオン溢れ出てるんですよ。溢れてるよね。はい、確かに癒し系3人のアルファアファ配信になりそうかな。互いの関係性が分かってきたところで、早速コーナーに参りましょう。なんでもガトリング質問。わー、はい、最初のコーナーはなんでもガトリング質問。こちらのコーナーはおかゆんに対して、経験者のね、アキロゼとルシアちゃんからガンガン質問攻めにしちゃおうというコーナーです。嬉しい、僕質問攻め大好き。そうなの。ド M? あ、おかゆんってド M だったの。はい。はい、やばい、なんか突っ込めないんだけど。ルシアちゃんが困ってる。突っ込めているのかな。では早速参ります。はい、20問の質問攻めスタート。おめは、パンは、麺は。麺かも。最近ハマっているものはある。ちいかわ。どんなタイプの人が好き。ド S。 ホロライブで彼女にするなら誰ですか。ルシアちゃんだよ。はい、終了。わあ、すごかった。コメントでもちょっと突っ込んでほしそうな質問があったんで、うん、もう、ね、米派、パン派、麺派に対して麺派とのことなんですが、これはちょっとおにぎり派として俺たち米なんだがっていう。そこのとこどうなんでしょうか。え、でもなんか、麺好きなんだよね、やっぱ。あ、麺美味しいからね。え、特に何、何の麺食べたい。でもやっぱラーメン食べたいかな。あ、美味しいラーメン。ちょっとおにぎりはね、ちょっと寂しそうにしてるんですけども。うんうん。でも最近おにぎり屋には、なんかあれだから、自分はお米だけど僕は、あ、そっか、なんか麺が好きなんだよねって言ってぐぬぬみたいな、最近そういう、あの、調教じゃないけどそういうのが進んでるから多分大丈夫。あれ、さっきおかゆ先輩 M、 M って言ってたのや、ド S じゃないですか。いや、でもなんかね、おにぎり屋に対してはそういう感情はあんまりないんだよね。あー、もうぐいぐいにこうド S で攻められるっていうこと。でもルシアちゃんに対しては僕はド M でありたいと思ってるけど。なんでおかゆ。いやー、ルシアもさ、質問していいのかな。ここ気になったか。いいよいいよ、気になったやつ教えて。おかゆ先輩、本当にルシアを彼女にしてくれるんですか。もちろんだよ。ほらほら、本当みんなに言ってるんじゃないの。
いやルシアちゃんが、いやでもルシアちゃんが僕をいじめてくれるならっていう条件ありきだけどね。すごい特殊な条件来たよ。なんか高くない？なんかね、アキちゃんはなんか隠れおにぎり屋らしいんだよ、うん、そうなの。だから今日は限界がオタクになるのを必死にね、こう冷静に抑えてご機嫌麗ししてるから今。いやアキちゃんもルシアも負けないくらい見てますよ。え、なになになに？ブタークとか見てます？すごい。頑張るってこと？いや、なんかもう疲れた時とかお会先輩配信見ますよ。いや、ルシア今頭におにぎり2つつけてますかね。あ、これおにぎりだったんだ、このモンブランみたいなやつの。そうですよ。あれおにぎりだった。秋葉もちなみにおにぎり鋭角だけど2つついてる。あれ、ほんとだ。今日おにぎり発信がやばいな。はい、続いてのコーナーは、秋葉でのこのコーナー。のんべー神経衰弱ー。おぉ、下手な。はい、こちらのコーナーはアキロゼの大好きなお酒とおつまみをモチーフにした神経衰弱ゲームを作ってみました。おぉ、はい、それではまずはこちらをご覧ください。はい、お酒とおつまみのカードがこのような状態でランダムに並べられているので、お酒とおつまみそれぞれ1枚ずつ番号を指定してオープン。その組み合わせを私アキロゼ的にいけるのかいけないのかでジャッジしていきます。まあめくったものが明らかに合わないものだとしても、まあ、もしかしたらちょっとアキロゼの気分を良くしてくれたらな。まあ覆るかもしれないし、まあ諦めしないということになります。なるほどなるほど、なるほど。はい、でイケループね、判定されたカードはゲットしていただけます。結構難しいんだよな、ね、なんか難しいよ、なんかね、うんうん、秋先輩のね、そう気持ちの変化もあるしね、うん、気持ちの変化。マジ？じゃあちょっと今のうちに、うん、秋ちゃん、うん、好きだよ。あ、諦めも好きだよ。ちょっとわざとよ。ルシアちゃんもルシアちゃん今忖度しといた方がいいよ。アキ先輩、おかえ先輩、好き同士仲良くしませんか？いやちょっと無理だな。ねえ。ちょっと今この場に限り同担拒否なんで。待って待って、嘘嘘、出た出た、同担拒否。それではゲームスタート。ではまずおかゆんからお酒のカード1枚選択してください。8番。8番、お酒8番入ります。お、あ、レモンサワーだ。レモンサワー。おつまみはそうだな、唐揚げとか出てきてほしいから。3番入ります。お、いけそう。刺身。うーん、なるほどね。先寄せ的な判定として、まあありかなしかというよりかは、まあ、うん、バッチリ合ってるかどうかでちょっと判定していこうかなと思います。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。合わないことはないけども、バッチリかどうかで判定すると、うん、これまずいんじゃないのか、これまずいんじゃないのか。いや、あきちゃんだったら僕がレモンサワーのサワーの部分を多めに入れてあげるよ。それ炭酸水だね。あれあれ。この組み合わせは、うん、いけない。あー、いけない。そうなの？いけるんだけど、うん、まあレモンサワーにはね、もっともっとやっぱり脂っこいものをぶつけてほしいという気持ち。あー、でもそういうイメージあるね、なんか75点ぐらい。75点ぐらい。なるほどね。ちょっと今回ね、最後なのでちょっと厳しめに判定をしてみたいと思います、うん、なるほどじゃあ高校のルシアちゃん、お酒のカード選んでください。怖くなってきたな、うん、ね、じゃあね、お酒が6番。おお、うん、いや、これは配信者としてさっきの、うんうん、引かないで他の引きます。1番、おつまみ。うわめっちゃいいじゃん。これはもう問答無用でやばいよこれ。いけます。わ あ、やばい、ちょっと千里眼使ってる今。うわ、いや、これはちょっともうね、誰も反論できないぐらい。もうなんか力でねじ伏せられた感半端なかったこれ。え、力でねじ伏せられた感じしましたよ、かい先輩。したした、めっちゃ気持ちよかった、めくられた時。好きでした。ビールと今の感じ、鶏の唐揚げみたいな関係になると。
そうだね。なるほどなるほど。いやでもこの組み合わせはぶっちゃけ最高です。いや最高だねこれね。うん、もう今でも食べたい飲みたい。ドライフルーツ。なるほど。いいんじゃないのこれ。どうかな。いけば千。なんで。うわ合いそうじゃん。お。プラがどうなんだろう。いけば。いけるんだ。いけるんだね。マジか。もう一回戦ぐらいいけそうとのことなので、ほうほうほう、せっかくなんで、もうまだ出てないのもね、あるので、うんうん、ぜひ、めくってほしいと思います。おかゆん、お願いします。じゃあ、はい、8番。あ、先ほどのレモンサワーだ。うん、それに合いそうな別のおつまみが。いや今度こそ揚げ物を引きたいな。じゃあこれも8番で。はい、じゃあおつまみ8番入ります。いいんじゃないいいんじゃない。めっちゃいい。この組み合わせはいけまのすっ。やったー。だよねー。まあいけるよね。コンビニとかでもこの組み合わせはさらっと買えるし、サラミだけにね、うんうん、気づかずに親父ギャグぶっこんじゃった好きえ、でもそこ拾ってくれるおかゆにもキュンとしたからね。ねえ、いいね。ダジャレ好きだから好きすぎる。ダジャレ好き好き。じゃあ、ルシアちゃん、お願いします。じゃあね、2番お酒。2番、はい。おあ、日本酒。しかもスパークリングって書いてるよ。ね、中にもスパークリングの日本酒、ちょっと特殊なところスタッフさんが入れてくれてますね。うんうん。じゃあおつまみは、うん、じゃあ2で。おつまみ2番入ります。おお、めっちゃ高そう。どうなんやろね。油低い。ルシアさん、油3だけだね今日出るじゃね。あ、これどう攻めようかな。炭酸とさ、うん、油ってめっちゃこういいイメージあるけどね。うん、まあね、炭酸がポイントだね。うんうん、これポテトフライって何味？どう思った？塩だ、なんかね薄かったらさ、うん、多分合わないんですよね。うんうん、何味？ルシアちゃん何味がいいこれ？これね、コンソメ。どう？合わないから。コンソメポテトフライ。コンソメ。え、コンソメでファイナルアンサー？え、これそうカンニングしていい？カンニング。チーズって書いてあるよ。チーズって。チーズでファイナルアンサー？え、あ、塩とケチャップはダメ？うん、カンニングしようとしてるでさ。あ、明太子とかどう？ほら、お菓子は明太子の おにぎり。ああ、まあそうだね。あ、明太子はいいでしょ？なんだ、よくわかんない明太子のポテトフライ。なるほど、明太マヨで。うん、この組み合わせはいけます。うおー、あ、いけます。やったー。いけるんだ。染めだったら罰だったんですけど。おー、危ねー。危なすぎる。明太マヨのね、あの、うん、塩辛い感じはやっぱ日本酒合うので。あー、あー、なるほどね。コンソメはなぜ罰だったんですか？まあまあ、うん、なんで？コンソメはやっぱね、うん、日本酒、日本酒じゃない。あ、そうなんだ。大丈夫ですよ、飲んでませんか？平気ですか？シェフですよね。飲んでない。まだ飲んでないよ。日本酒はとか。日本酒。確かに居酒屋のノリで喋っちゃったよ。続いてのコーナーはこちら。私ってどう見られてるの？イメージでアンケート。わーい。こちらはルシアちゃんのコーナーになりますので、紹介をお願いします。はい。はい、このコーナーではまず視聴者さんの皆さんにあるお題でアンケートを取ります。その結果を見た後に、お題に関連する話題で投稿していきます。トークが終わったら、初めに取ったアンケートと同じお題でもう一度アンケートを取ります。その結果がどう変化しているかというのをチェックしていくコーナーになります。なるほどね。そう。今度はじゃあリスナーさんに忖度をしていかなくちゃいけないってこと？お、まあ、いいとこに気がついたね。そう、言ってしまえばそうなんですよね。リスナーさんたちのあのご機嫌を取っていくという。なるほど。はい。最初の、はい、お題はこちらになります。この3人が魔王退治に勇者は誰？おー。なるほど、この3人がパーティーを組んだ時の勇者は誰になるかっていう。なるほど。これをアンケートしてもらうってことか。うん、
みんな中入れてくださいよ。これ勇者誰、いやでも勇者って言ったらこの中だったら、うん、まあルシアかな。個人的にはルシアちゃんがうおーっていう雄たけび上げながら向かっていくね。確かに。いや魔王って書かないでちゃんと。魔王魔王言われてる。確かにルシアちゃんどっちかっていうとこう、うん、魔王側かもしんないね。本当。でもな、おかえ先輩も勇者っぽいしな、あき先輩もなんかこう女性のさ、なんか勇者って感じがするよ。立ち向かっていくみたいな。確かにアマゾネスみたいな。そうそうそう。で、おかえ裏切りそうって言われてるよ。あ、僕は多分ルシアちゃんの側近にいて、うん、ルシアちゃんをこっそり裏切ってるみたいな。ねえ、やだー。いや、その漫画読みたい。やだよー。もうルシア闇落ちするじゃん、それ絶対に。闇落ちして真の魔王覚醒みたいな。もう勇者じゃないじゃん、ね、魔王になっちゃってる。あ、カンカン乗ってる。 おアンケートがね、うん、あ、終わったみたいですね。アンケートの結果はこちらになります。ででん。ね、ふざけおやっぱ僕とルシアちゃんはどっちかっていうとヴィランなんじゃないの。ヴィランか。いいね。まあ、ここからね、その魔王軍側から勇者側に帰れるのか、うん、そうだね。よし、ここからが勝負ですからね。確かに確かに。トークテーマはこちら。さっきのルシアがねちょっとね怒り狂っちゃった最近許せなかったことなんですけど、こちらをちょっとねみんなに聞いていきたいなって思ってます。許せなかったことか。はい、許せなかったことありますか。なんだろう、許せなかったこと、うん、あ、でもあれかな、うん、なんか洗濯機回したと思ったら回せてなくて、ある、洗濯機の前でダダこねるみたいな。あるね。ある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 。なんでなんだよみたいな。めちゃくちゃある。え、それくらいですか。思い浮かぶのはそのくらいかな。なんと温厚。本当は明らでもな、普段そんなに許せないことって、うん、ないんだけど、うん、許す心ってやっぱ大事じゃん。あー、ね、勇者というか、ま、正義感に溢れてるタイプというか、うん、割と許せちゃうんだよね。なるほど、大丈夫。な大丈夫、二人ともあれですか、なんかもしかしたら勇者を狙っていってる。いやいや、そんなことないよ。ルシアちゃんは？ルシアはないですよ。逆になんか2人とも考えてるのにびっくりしました。え、許せなかったらそんなあったんだみたいな。ルシア何にもないけどなぁ。でも天井見てるしなぁ。許せないと思って。いや大丈夫、天井になんかさ、こうなんかちっちゃい虫とかね、目に入った瞬間とか大丈夫？の出たんですよ、虫が。そう、虫が出て猫が追いかけてたんで、うわぁ、もうやばいと思って虫をね、逃がそうと頑張ったんですけど、どっか行っちゃってね。あー、仕留めようとじゃなくて。あ、違う、逃がせよ、もうかわいそう、猫にやられちゃうと思って。なるほど、まだ開けなきゃって思ったんですけど、猫もね、危ないんで、まだ開けた。ちょっと、どこ行ったんだろうなぁ。後で救いますね、救い出しときます。え、ルシアちゃん、やった。え、やってないルシアちゃん、これ、やった。やってないな。どこに行ったかわかんないわ。よくなんか上トークというか。いや、まずいまずい。やばいな、これ。やばいな、自分で自分の首絞めてるな。いや、本当に無視したんですよ。待って、アキ先輩にもあるよ、ルシア。なになに？さっき、同担拒否とか言ってきた。イライラしてたでしょ、あの時。許せなかったじゃない。だから、ああいう発言が出てきたんじゃないの、アキ先輩ね。そんなことないのに。ねえねえ、ちょっと、これアンケート怖いよ。信じて、ルシアを信じて、信じるんだ、ほら。これ、トーク終了みたいです。カンカンカンってなったんだよ。カンカン言っとったね。どうなることか。いやー、じゃあもう一回ね、そう、アンケート取っていきましょう。結構アピールしたからね。そうだね。そのアピールがね、どうなってくるのか。どうだどうだ。じゃあそろそろね、結果見ていきましょうか。結果発表、うん、はい、それでは結果を表示したいと思います。アンケート結果はこちらです。とっ、うざけるの、なんで変わってないじゃん、しかも。アキ先輩が 56.1%、 若い先輩が 26.7%、 ウルシアが、はい、10%。何なのこれ、微動だにしてる。何にも変わってない。ねえ、あ、ほら、カンペにルシアさん 0.1% 伸びましたって書いてるよ。やったー、じゃない。
ないよ、全然嬉しくないよ。俺が勇者だ。あ、僕たちはヴィランだね。ヴィランだね。でも、いいや、岡谷先輩のヴィランだったら闇落ちするわ、何度でも。うん、裏切られちゃうけど、いいの。あ、もう何度でも、あ、もう、うん、それでどんどん闇落ちしてく。そっか、で、うん、どんどん強くなってくるって感じね。そう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 。なるほどね。どんどん強くなって分からせる、岡谷先輩を。あ、それはいいかもしらん。ちょっとちょっと性癖に刺すのやめてください。はい、次次次行ってください。もう、じゃ続いてのコーナーはこちら。それ、肯定しちゃって良くない？ちょっと僕っぽいな、言い方が。まるまる、おかゆー。っぽいな。こちらは僕のコーナーになります。お祝いをお願いします。僕、こちらはどんなことでも肯定できる僕が、視聴者の方の失敗談を聞いてどう肯定するのか2人に予想してもらうコーナーになります。早速見ていこうと思います。最初の失敗談はこちら。椅子に座った後、背もたれあると思って後ろに倒れたら綺麗にそのまま落ちて頭打った。これをじゃあ2人には肯定してもらいましょう。肯定するか。はい。なんだろうな。肯定するんだね。肯定していこう。あ、お、いいね。思いついた。泣けるぜ、もう。めっちゃだ、めっちゃ長いよ、あきちゃんの中。ちょっともう一言言いたい。あきちゃん、セリフ読みなんよ、それは。もう、セリフ考えてる。はい。できた。では、あきちゃんからオープンしていこうと思います。はい。来ました、呼んでください。え、おかゆんが呼んで。じゃあ、呼びますよ。はい。すごく綺麗に決まったね。保健室、行こっか。いい。なに？これ、すごく綺麗に決まったねっていうのは、こう落ち方がってこと？そう。なるほど、10点、10点、10点みたいなね。10点。いじるけど、やっぱりちょっと優しさはあるかな。うわ、いいな。なるほどね。満足。満足？いいね、満足した。じゃあ、ルシアちゃん行きましょうかね。お願いします。はい、こちら、新しい、その一発芸、よくない？あー、いいね。なるほどね。なんか絵とかも描いてあって可愛いね、これね。猫も描いてあって。じゃあルシアちゃんはこの背もたれに座って、背もたれじゃない、椅子に座って背もたれなくて倒れちゃった時に、僕に、あ、ルシアちゃんそれ新しい一発芸良くないって言われたいんですかね。言ってほしい、笑ってほしい、なんか失敗したことを。ドM だから。ドM なの？あ、入れないな。では、僕の答え、いきたいと思います。なに僕なら、こんな風に肯定します。床って、すごい。すごい。え、すごい、床に全肯定するの。床にしてるね。やっぱね、僕たちの体を受け止めてくれてる床ってすごいと思わない？斜め上の。そうだね。心臓が来たんだけど。やっぱ一筋縄じゃいかないな。いかないな。やっぱすごいの。ではこの調子で次も行ってみたいと思います。手強いぞ。手強い。次の失敗談はこちら。うん。交差点の向こうに友達っぽい人がいて、ヤッホーと声をかけたら知らない人でした。あー、これはちょっと恥ずかしいね。結構僕もなんか2人の回答を見ててさ、うん、あ、僕なら思い浮かばないなみたいな回答出てて面白いよ。え、ほんと？そうなの？逆に？うん、逆に。あきちゃん、なんだこれは。あきちゃん、なんだそれは。おかゆの気持ちになりたすぎてちょっとね、瞑想してる。お、ルシアちゃんはもう結構か、うん、書いてますね。書けた。ルシアちゃんのはちょっと面白いけど、これ。すごい、言ってくれそう、おかゆ先輩。ということで、じゃあ回答を見ていきます。じゃあ次は、またルシアちゃんから見ていこうと思います。はい。じゃあルシアちゃんの回答お願いします。
こちら綺麗なヤマビコだね。なるほど、ヤッホーがね。そう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 。でもこれなんかルシアちゃんが友達っぽい人見かけてさ、うん、ヤッホーって言って、あ、違ったって言って、綺麗な僕がニュって出てきて、うん、綺麗なヤマビコだねっていうのめちゃめちゃ煽ってるよねこれ。めちゃくちゃ煽り散らかしてる、うん、言われたいの？なんか言われたい、こうなんだろうな、さっきからなんか回答やばいな、うん、ねえ、なんかやばいな、岡井先輩のイメージがどん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 、なんかやばいな、バレてっちゃってるな、ルシアの中の、うん、やっぱこうちょっと いじられたい、なじられたいみたいなの感じるね、やっぱゲームなんだな、やっぱなるほどね、この綺麗な山彦だね、でもルシアちゃんの方が綺麗だよみたいなね、そう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 なんだ、そうなのそうなんだ、なるほどね、やばい、泡吹きそう吹かないで吹かないで戻してもろて、じゃあ、あきちゃん行こうと思います。はい、ヤッホーヤッホー、世界に挨拶できたねいや、二人ともあれだね、やまびこというか、やまびことして落ち着かせたいみたいな、ね、うん、なんかでも、ね、人にこう乗ってくれるところが一回あるの、ヤッホーヤッホーって。あー、なるほどね、だから2なんだねそうそう、うん、なるほど、世界に挨拶できたね。このハートもあれ、なんか意味あるんですかね。ハートは、あの、キロゼの願望ですあでもやっぱりね、いじりつつも、なんか楽しく、こう、うんうん、一緒に、なんか乗ってほし、乗ってくれるような感じがして、それね、なるほどねではじゃあ僕の回答を発表します。僕ならこんな風に肯定します、うん、そのまま友達になればよくない。おー、知らない人にね、ヤッホーと声をかけたので、うん、そのまま友達になっちゃいましょうという僕の回答でございます。あ、ごめんごめん、知らない人だった、でもせっかくだし友達にならないっていう感じで。おー、綺麗なまとめ事だわ確かに、でもなんかいけそうな気がする、うん、自然だし、誰も傷つかない。でもなんか、ね、2人のあれとは全然2人の期待には応えられなかったなっていう。先輩、ルシアの全然分かってないよ、おかえり先輩のことどうしようどうしよう、どうする、ちいかまっていうワードがいっぱい出てたんだけど、ちいかまじゃないから、キャラクターがいるんですよ、猫ちゃん、ちいかまじゃないよ、つまみやないか、つまみおにぎりあちゃんたちの中って何なんですか。からっぽだよそう、入ってないんだ、具材は、うん、からからおかゆはちなみにお酒とかおつまみとか食べたり飲んだりする。あんまりお酒飲まないかな、うん、全然すぐ赤くなっちゃうし酔っちゃうから強くはないかな。かわいい